新選組鬼と呼ばれた誠の鬼土方歳三、 土方だ。そうだ。土方、お前の宿命を今解き放ってやる。この者で。眼中越し八分を担ぎ、いでよ幕末を駆け抜けた誠の男よ。 新選組局長、己の誠を貫いた愚直の剣、新選組局長、近藤勇、翔太。土方歳三、お前は近藤を残し己が生き残ったことを悔いた。 そしてその悔いはお前の心の中によく防衛とつながっていた。だからお前は函館で死を選ばず、黒魔術にその身を委ね、永遠の生を手に入れた。それはお前にとっては死ねぬという近藤に対する贖罪であったのだな。近藤さん、俺は、お前の中の欲望、それは近藤勇と 一剣士として戦ってみたいという欲、天然理心流をお前ではなく沖田総司に譲ろうとした近藤への挑戦、今宵その思い晴らしてやろう。どうして、今夜は新選組の局長と副長じゃねえ、一人の男として久しぶりに喧嘩しようじゃねえか。近藤さん、 連武官、試合のみ裁け、決着がつけばあとは二人の自由だ。
承知。 それでは参る。来い。 Let's go.
トシよ、おめえはもう負けねえよ。近藤さん、俺の血を吸いな。それでお前の呪いは外れる。